ラジオ沖縄ポットキャスティング。赤川な町民のウブリスサビラ放送八百十四回目の今日は八月の十三日。内ちの空海旧歴では六月の二十日。猿の日やあうの日やいびんや。さてジャスチイタビシにウちゃいひヒなみのジャスチミヤラビのみわれはぐちジャスチイタビシに。 お茶いひく波のジャシチミヤラビの見割りハ口、ジャシキのいたびせに打ち寄せる波はジャシキの如勢の微笑みのようであるという歌なんですけどね。これの国道五十八号北上してますと、えー、国神村ジャシキの国道沿いの木の下にね、この歌の画碑があるんですよ。まあ国道の工事でだいぶ姿を消してしまったんですが、まだその雰囲気を伺います。こういたびしっていうのがね、板の礎と書きまして。 ビーチロックというそうですが炭酸カルシウムこれがねセメント化によって海辺のいろんなものが固まってできるちょうど板みたいなものね洗濯板みたいになるみたいなよねこれがあのビーチロック板橋とうちのうちでは言ってるんですねで珊瑚礁のある砂浜にできることが OHK です、まあ、貴重化のものが有名ですねさてこの板橋なんですが墓石とかね 屋この歌はねちょうどねこの黒っぽい板菱にこう波が打ち寄せてくるでしょそうすると波ってこのね、えー、白い波が女性が「みいれ」「あはっは」って笑うわけじゃなくてちょっとクスぐらいのね少し歯が見えるような笑い方「みいわれ」と言うんですけどもこれに見ているということで読まれた歌だそうですよ。屋敷にいる ヤゴタグムイの娘を歌ったと言われておりますさあこの娘が実はねあの有名なマダンバシの由来期の、えー、人に人柱にされた女性の娘だっていう話なんですよねさて8月の19日もし空いていらっしゃったら参加してくださいね夏休み自然豊かなヤンバルを探索大石林山とネオパークドキドキヤンバルバスツアーと題しましてね沖縄有数のパワースポットである まあ2億5000年前の地層だというんですが、大石林山のガイドツアー、それからかわいいレッサーパンド、汚なつっこい鳥などが多いネオパーク、沖縄、こちらを回りましてね。バ,バスの車中は、町便が途中の市町村の話であるとか、うちらの名物の話をするというねバスガイド町便が登場するツアーとなっております。お食事は、ホテル伊賀府院沖縄のランチバイキングでですね、お子様向けに。 ピカチュウのキーチェーンマスコットそれからバスツアーオリジナルの空飛ぶピカチュウエイサーダイコンプレゼントしますのでねえ参加されてお孫さんなりお子さんなりにプレゼントしてはいかがでしょうかこちらもね再発見ネクストの対象となりましたので大人9800円だったんですが7900円となっておりますまあすでに2回ね今日含めて2回やっておりますのでえ今度は19日の土曜日が空いておりますよろしければ。 ご参加くださいね。ゼロ五ゼロ五五三三二五二五ゼロ五ゼロ五五三三二五二五までおにぎえさびら。これ早く締め切ると思いますので、ゆたさるごとおにぎえさびら。それでは次のコーナーです。沖縄のなんだ、こう座敷いたみしのね歌がありまして、それを読んだ娘が実は 旦橋への人柱の女性の娘だったというお話から始まったんですがこんな話ですよ。ある年国馬川の河口いわゆるンコですねここに橋を架けることになりまして工事をするんですがやっぱりあのそれれかから大水でで流されたりしてうまくいかないなすその時にある女性がね寝年生まれで髪の根元を七色の紐で結んだこれうちので七色ムーティーっていうんですが。 これを知っている女性を人柱にしたらうまくいくというふうに神様のお告げがありましたと言うんですね。琉球国中探すんだけど見つからないわけ。おかしいなと思って確かめてみたらなんとこのことを言った女性本人が寝年生まれでナイルモーティーをしていたんですね。で哀れこの女性は人柱とされることになりました。その時に娘に、ね、言い言するんです。 口数が多い人はね馬の先を歩いてるようで危ないよだから中華幸に物一え四万堂や人より先に物を言ってはいけないよというふうに遺言,言したもんですからこの娘はその遺言,言を守って無口だったそうです。でマダン橋にやっぱ入れないのでずっと北部の方まで行きましてジャ座チの屋号、えー、タグもいに厄介になってたというお話なんですね。でその女性が 魚を干したり海藻を洗ったりしていたんですがこれを主人の役人が見て声をかけたらほら口は災いのもとという異音があるもんだからニコッと微笑んだだけだったんですねこんなお話なんだそうですその時に読まれた歌がジャシチイタビシにウチャイヒクナミのジャシチミアラビのミオレハグチという歌だと伝わっておりますね和田橋にはねこんなかわいそうなお話があったんですね では次のコーナーですガクモンドゥイイビークとグブリーセビラ沖縄の民族についてお話しているコーナーですがおたとかうがんじゅ、まあ、そういった神様がいらっしゃるところに石巡るとかで入る時にはですね、えー、今日は勉強できましたので失礼しますガクモンドゥイイビークとゥグブリーセビラと挨拶してから入りましょうねさて各地でねちょうどねつないきが行われていると思うんですが日本は世界で一番つないきが盛んな国なんですって いうことは日本で一番綱引きが盛んな沖縄県は世界で一番綱引きが盛んということになるんですね。ちなみに那覇の大綱引きはギネスに登録もされてますよね。さあこの沖縄の行事の一つ、綱引き沖縄の砂はね稲わらをなって作るんですが、綱引きというとみんな一本の綱を引くようなイメージがあるかもしれませんが、沖縄ではね、うんな、お綱、それからみんな、 ウェズナと2本の綱をつなげて引き合うんですねちょうどあのてっぺんの方がね先の方が輪っかにみたいになっていてこれを2つ合わせてそこにカヌチ棒棒と呼ばれるるを差し込んんでで固定するんですねさて集落の東と西上がりと入りそれから前と,村の前と後ろの村のように分けて何回か引くんですが一方が勝つと豊作もう一方が勝つと子孫繁栄みたいにね どっちが勝ってもいいようにないいことになるように決まっているようですさあこの綱を引くときにね互いのグループでぶつかり合ったりするガエと呼ばれるものが行われるんですがこれが結構ね激しい地区がたくさんありましてヒットマンの前里も結構激しいですしそれからすごいのがねキャンハイバル町のキャンはねあの綱の重さが違うんですよ実は坂道で引くもんだから一方が軽いわけね じこの砂が上になるか下になるかによって勝敗が決するということで、こう綱を合体させるまでにすごい時間かかるわけ。その時に上に登ってね。青年隊が家でエースロックさん、すんごい荒いですよ。さあ、そしてね。この綱引き大好きな人つするわけです。この綱引き大好きな人のことを血なむしというそうですよ。さて、今日ね。綱引きの話をしたんですけども、綱引きって、じゃあ何のためにやるんでしょうか？単なる楽しみじゃないですよ。豊作を祝う。 それから、来年の豊作を祈る。それから、害虫除け、雨乞いなどが目的というふうに言われています。もう一回ね、豊作を祝う。来年の豊作を祈る。害虫除けをする。それから、雨乞いなどが目的と言われています。あの、綱がちょうど竜みたいになっているということでね。ガンガンガンしてやるでしょ。この二つの綱がぶつかっている。あの、合体している状態が、あの、竜がね、喧嘩しているように見えたりするということでね。 え雨乞いの意味もあるそうですところでね綱引きっていうと引くの部分がほら引っ張る引力の引の字で絶対書きますでしょでもほら手辺に面と書いてる引くっていう字も使われたりそれからユナバの大津の引きはなんという字なのかなあえいみたいな字を使ってますよね何の違いがあるんでしょうかこれね面白いですよ千七百十三年琉球王府が作りました琉球国由来期 っていうあの書物があるんですが大きな道で綱を引くこの場合は手辺の引くね引くの前は力を争うためそしてね国に疫病が流行った時は疫病払いと言って引いたとこの場合は引力の引くを使ってますだから力を競うのは綱手辺に面の,面の綱引き疫病などを払うのは一般的に使う 引き綱引きと分けていたみたいですねもう一回言うとね力を競うのは手辺に免除の面を書いた引くの綱引き薬払い疫病などを払うのは引っ張るの字を使う綱引きという風うに言うそうですユナバルはどっちも違うけどどういう意味で使ってんでしょうかね、えー、綱引きの話いかがでしたでしょうか早原町の塚山とかねさっきも出てきたけどキャンなどはとっても有名ですよね 本当にでもキャンドツナヒキは荒いですよ。ツナヒキの話するうちね時間のジョイビン。えー、ねジョイビンあの富城高校出身なんですけどもね富士城高校の十四期昭和三十八年生まれから三十九年生まれですねの実はねなんか同窓会があるみたいでさちょうど完璧なんだね九、えー、月の十六日の土曜日にあるようです。 場所がロアジールルホテルとなっておりますね、えー、興味のある方はね、興味のある方というか、その富城高校の14期生は、久々にね、女子ごあたりに会えるかと思いますので、ぜひ、開けててですね、参加していただけたらなというふうに思います、えー。9月の16日の土曜日の4時半受付で6時開始と、ロアジールホテル那覇でやるようですね。会費が9000円と、えー、実行委員会もあるようですのでね、えー、ぜひ、あの、なんか、 興味のある方はね、そちらに投与してみてくださいね。090-8294-1146。090-8294-1146だそうです、えー。富城高校の14期生、昭和38年から39年までの方が対象、えー、だそうですよ。楽しみ、エイリーニさて、皆さんね、あのー、名護のツアーも本当にすぐ満杯になりましたありがとうございました。続々 企画していきますので、またこんな風にぜひすぐいっぱいになるように、ご協力、ゆたさらごと、にげえ、さびら、番組のご案内や赤河原、長瓶、ゲイビタン、純粒組装置、一平二平デービル。